どうも影んです。今日はですね、成功とはということについてお話ししたいと思います。こう成功ってね、人それぞれこうあると思うんですけども、えー、この4つを満たすとね、えー、成功なんじゃないかなということがあるんですね。それはですね、一つ目が時間的自由ですね。時間的自由で、えー、金銭的自由。 金銭的自由ですね。ほんで、えー、支配を受け,受けない状態他人から支配を受けない状態で、えー、社会的バッシングを受けていない状態ということですね。この4つを、えー、満たすとですね成功になるんじゃないかなというふうに思いますね。ここを目指してみんなこう、えー、頑張ってやってるというか努力してるかなというふうに思うんですね。だから成功って言われるとこの4つを満たすことやと思うんですね。 だから、えー、金銭的自由ですね。だからお金に困らない状態というか、えー、完全にあの自由になってると何かを買う時にですねその迷って買うということじゃなくて自分が欲しいものを欲しいだけ買えるとある程度ねある程度それかなり高いものに関しては別ですけどもある程度その金銭的にこう生活に困らない状態を、えー、もう保ち続けられる状態。 それであと時間的自由ですね。だからあのー、時間をその自由に使うというか、その自分のために使うとかまあ、人のために使うでもいいんですけども、それを自由に使える状態、えー、時間を自由に使える状態、拘束されてない状態ですね。でそれと、えー、支配を受けないということですね、えー。だから他人からこう支配を受けている状態っていうかその何かをこう我慢しなければいけないとその支配を受けることによってですね我慢をししないといけない状態っていうのは。えー 成功した状態じゃないといとううふうに考えられます。で社会的バッシングを受けないということですねだから法律を犯さないということですねほんであの他人、まあ、社会的にそうやっていろいろこう言われたりとかあのちょっと前やったらこう麻薬とかねそういうことをしないということですねしない状態この4つですねこの4つを目指すんですけどもどうしたら目指せるかというとですねえー、3つあります。 三つを掛け合わせたものですねそれはですね、えー、まずお金ですね、えー、お金を使うお金を使ってそのいろんなこ,うことをするというお金を使うこととあとは時間を使うこと時間を使うで時間を使ってそれに加えて、えー、能力ですね自分の能力これをえ高めていくとだから、えー、お金かける 時間かける能力ですね。これを、えー、高めていくことによって、えー、成功が近づくというふうになると思います。で、僕の場合でいうとお金はそんなにないんでですね、えー、お金をなるべくかけないでですね、時間をかけているんですね、今。時間をかけているという、えー。だから作業量を増やすと。自分でやることをどん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 こう増やしてできることをたくさんやるという形ですね。そのことをすることによって能力を上げていくと。 で能力を上げて時間をかけて能力を上げてそれによって得た対価ですねお金を得ることによってまたそのお金をえー何かに投資して使うとで使ってまた自分の時間も使って能力を上げていくこれをこうループというかこう繰り返していくんですねそうすることによってですねあの成功が近づくんじゃないかなというふうにえ思いますということでえ今日は成功とは についてお話しさせていただきましたということで今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます